れは取れにくいし、体にも冷やい部分が増えた。老廃物が溜まったり、腹の肉が取れん、脂肪が全然減らん、痩せにくいよって思った人は今回のメニューを一緒にやっていきましょう。座った状態で親指を後ろに向けます。これで胸を張ってキープ。あと、しっかり親指後ろで胸を張る。大きく呼吸をすることで背中が使えて、胸がストレッチされて、呼吸が深くなり、カロリー消費が上がります。大きく深呼吸しましょう。OK。 次はしっかり上を向いて顎を上げたまま、これでキープです。首がどうしても前に出てしまうと呼吸が浅くなります。しっかり上向いて伸ばしましょう。スタート。ちょっと顎をね、上にうーって突き出すとしっかり伸びます。大きく呼吸しましょう。次はしっかり手を前に出して背中を丸めます。あと、グーッとね、手を前に出すんですが背中を後ろにする感じ。しっかりね、肩甲骨を丸める感じで、とにかく手を前に出して、オッケー。今度は寝ましょう。膝曲げて片方だけパカッと開きます。腰をできれば床につけます。これでキープ。あと、もう腰がね、やっぱり浮きやすいんで、浮いてる腰をできればペタッとつけると、股関節がね、さらに広がります。難しい人はね、腰を浮かしたり床につけたり、いろいろやってみてください。はい、反対向きましょう。しっかりね、股関節開きましょう。はい、ゆっくりと後ろ腰を床につける感じにすると、鼠径部をね、上に突き出すようなイメージになります。しっかりね、関節広げることができます。やるよっていう人はね、さすりながらやるといいです。さするとね、そこの部位でリラックスできるんで。次は両足パカッと開いていきましょう。これもできれば腰を床につける感じで、すると同じね、膝の幅でもしっかり伸びます。腰床つけるの少し腹筋使うんで、弱い人はね、難しいと思いますが、たまにね、こういう大きく動いてもいいです。このまま片足を軽く抱えましょう。片方の膝は開いたまま。あと、今度は腰が床につきやすいと思います。この状態で片足ずつ股関節を開きましょう。股関節しっかり開いていってくると、反り腰やお腹ぽっこりがね、治ってきますんで、しっかり股関節開きましょう。反対も同じように行きましょう。よいしょ。痛い人はね、いっぺんにやらずに、ゆっくりね、痛みに慣れてから徐々に力を入れていきましょう。
足を上げて足をブラブラ振りましょう。まあ、股関節をねだいぶ緩めてるんで、これで足をブラブラするとリンパの流れが良くなります。足が冷えやすい人とかはね、こういう順番でねやっていくと改善されやすいです。股関節とかストレッチをせずにリンパの流れを良くしようとしてもなかなかねうまくならないんで、しっかり順番を踏んでいくと効果的になります。次はマイペースでいいので片足ずつ関節を開いていきましょう。開いたらね足をかつけてもいいです。抱えて開くっていうだけができればね、あとは床を張って動かしていいです。できる人はもう床つけずにね回すといいんですけど、あんまり無理すると疲れちゃうから、もう開いたらね地べた張ってゆっくり動かしていいです。反対向きましょう。抱えたら開きます。スタート。できれば抱えた時に腰を床につけましょう。そこから股関節を回す感じです。立ったまま足抱えるとやっぱ結構疲れるけど、寝てるままならね割と膝抱えやすいですよね。今度足をね上げたまま止まっておきましょう。これがね結構つらいですよね。できれば膝をたまに伸ばしてください。もし伸びないよっていう人は少し斜めにして膝を伸ばしましょう。それでもつらいよって人は少しつま先をね伸ばすと足も伸びやすいです。この筋肉が硬いと反り腰になります。 OK、 足肩幅にしてお尻を上げます。下ろすのがポイント。背中からゆっくりつけてください。上げるのは普通に上げましょう。その背中からゆっくりつける感じなので、腰をしっかり丸めないと多分腰が床につかないんで、背中から腰を丸めながらゆっくりつけていく。この床についている状態が立っている時の正しい状態になります。足を丸めて床につける。 OK、 できたよ、辛かったよってことはコメントで教えてください。